はいどうもこんにちは、G です。ということで今日 OB 来ましたね。なんか今日じゃないんじゃないかっていう声も結構多かったように思うんですが、とりあえず今日はですねこの OB60 連とあとはこっちの無料の10連のおかわりですね、合計で70連引いていこうかなと思います。まず OB に関してなんですけど、ファイターズの新庄さんとノリさんがですねまた一緒の段で来てしまったんですよ。まあ、できればこの2人はですねバラバラにならないかなと思ってたんですよ。でまあ確か一昨年もですね新庄さんとノリさんが一緒に来ていて、でランキング走って僕は新庄さんのみを獲得したっていう経緯があるんで、今年はなんとかですねこの2人を両取りしたいなと思っております。軽く選手について触れていこうかなと思います。まずは、ファイターズの新庄さんですね、能力以上の長打力とあとは守備がセンター87 で特殊で89まで上げられるんで、ここがやっぱり一番の魅力となってくると思います。で特殊能力は超プルヒッターチャンス対左投手となっていて、僕としてはかなり好きな特殊能力ですね。で次ノリさんなんですが、僕は一度も今まで獲得したことがないんでちょっと分かんないんですが、まあそれでももう僕の中のサードではまあ理想中の理想なんですよ。まあまずはアーチストで能力も高くて右バッターとで守備がですね B の70で、この裏捨てもですねバリバリ高いんで安定してると思いますし、で特殊能力もですね超アーチスト広角打法チャンスと、もうリアタイで使う選手としては能力の全てが詰まっているんじゃないかなと思います。もう100点に近いですね。で少し戻って楽天の有目投手ですね、結構イメージで言うと左の西口投手みたいな感じで、まあこんな感じでスライダー2種持っています。でまあ一応ゲントツができれば先発中継ぎ、抑えの全て適性がつくという感じです。大会なんかではですねここに書いてあるようにワンポイントで、まあ、割と活躍してくれるのかなと思っております。そして最後は阪神の金本さんですね。まあ金本さんはですね昔僕使っていまして、ラインドライブなんですけどパワーがある分ですねかなりホームランが出やすい選手です。はい。で守備もですねレフト63ということで特殊で65まで上げられることを考えると、まあスタメンでの起用もですね十分視野に入ってくるのかなと思います。で、特殊能力もですね広角打法を持っているんで、まあ結構僕のイメージだとラインドライブで広角打法を持っていると長打も増えるしかなり打ちやすいと思うんで、まあ、今回この金本さんはですねみんなにもおすすめしたい選手の一人となっております。じゃあ早速まずはこっちからいきますか。無料のおかわりの方から引いていこうかなと思います。で今欲しい選手いたかなと思って一瞬考えたんですけどあんまりいなくて、まあ、いるとしたらおかわりくんぐらいかなっていう感じですかね。他は あとはファイターズの選手とか、清宮選手だ、清宮選手かマルティネスか来たら嬉しいなと思います。いきましょう。さあここでまずは運試し的な感じでいけたら、サシコじゃない、オッケー。あんまりなさそうっすかねここは。まあ A ランクの餌もちょっと最近必要になってきてるんで A ランクも欲しいですが、お、ナイス梅野さん。さあラスト10人目いきましょう。おかわりくん来てくれたら嬉しい。わあ、なるほどね。あ、そっか、もう私立の選手しか出ないんですもんね。楽天の湯気投手でした。で、あ、ツーシームないんだ。ツーシームあったら結構強そうな感じでしたね。OK、じゃあ行っちゃいますか。10連目から。いやー、引いていきましょう。OB 行きます。60連全部で引くんで、まずは10連目ですね。お願いします。もう両取りしちゃおう。マジで。去年はね、本当に大変だったんで、新庄さん取るランキングで、もう夜な夜なずっとプロスピ走ってた記憶があるんで、もうガチャで当てちゃいたいですね。お願い。あー、10連目からはないな。最近ほんと10連目からあんま運がないかなっていう感じなんですが、あと A ランクの OB、 あー、確率見てないですね。出ますよね多分。そこもちょっと狙っていけたらなと思います。はい、また引いてからになっちゃったんですが、確率がS ランクが出たら 50% かで、 A ランクが 30% ですね。いや、これ A ランク 30% なら結構あるような気がします。だからのりさん今 A ランク何枚あんだ、2枚ぐらいしか多分ないと思うんで、まあもし当たればですけど、ゲントツコーチはまあぶっ込んでいこうかなと思っております。で新庄さんもですね、危うくそろそろスピ解放するとこだったんで上がんなかった。そう、危なかったんですよね。逆に言うと、まあ第1弾で来てくれた方が良かったのかなとは思っております。新庄さんだけは。はい、まあそんな感じですね。でここは何もなし。 A ランクせめて 30%。 あ、上原投手
はい、じゃあ次は30連目確定ですね、OB の選手が1人確定となっております。で、まあノリさんと新庄さんどっちを優先するべきかっていうのがちょっといまいち分かんなくて、正直純正だったら、今の新庄さんスピ解放して3300にしたら、純正だったらあんまりスピ負けしないんですよ、リアタイだと。なんで難しいですけど、もしかしたら優先するのはノリさんかなと。獲得したことないんで、まあ普通の調子くんね。なるほど、 OK。 ここで2枚引きどっかで引いてくんねえかな。じゃないとチャンス多分相当ないと思うんですよね。で、なんもない。よし、行きましょう。いや、ここでどっちかお願いします。12人中2人ですね、狙いは。行きます、お願いします。どっちか、うわー、マジかいけないか。いや、そんな甘くないっすよね。いや、基本的にまあ OB の選手はみんな強いんですけど、まあリアタイ向きで言うとっていう部分になっちゃうんで。なるほど、 OK です。ここからはもう確定がないんで、ちょっと演出に注目してやっていきましょう。40連目お願いします。だーらい。いやー、ちょっと厳しくなりそうだな。この前のワールドスターみたいなね、引きができたらいいんですけど。お願いお願い。あー、もうダメだ。もう心がちょっと折れそう。いつもの引きに戻っちゃってるような感じがします。頼む頼む、調子くん来ないよな。いやー、A ランク、あー、オッケーオッケー。 OB は引いてる。いいね、頼む。演出なしからお願い。 B ランクのノリさんは来てた。10枚目、うわ、マジか。いや、ちょっと寄り道していいですか。今煙突が10個あるんで、まあ最悪 A ランク当たらなくてもなんとかなりそうですね。 OK。 次が50連目合ってますね。はい、行きましょう。いや、ない、やばい、本当にやばい。今日これ追加かな、ランキング走るか。いや、追加、うぃ追加で動画にするか。いや、お願い。あー、なんもない。ちょっと待って、やばい。あー、しかも上がんねえ。うわー、もうダメだ、ダメになってきた。ちょっと心が折れかけてるぞこれは。いや、お願い、 A ランク。いや、なんもねえ、マジか。全然ダメですね、しかも通常の A ランク。いや、 OKOK、 とりあえずラストで2枚引き。いや、無理だ、どっちか。ノリさんだな、ノリさん、行きましょう。あ、待ってよ、ちょっと自チーム変えてきます。自チーム変えてきました。行きましょう、オリックスで引いていきましょう。これでお願い。いや、月か、月はな。いや、月出るだけで最近嬉しくなっちゃってるからな。いや、上がってほしい、頼む、タコお願い、1枚は。いや、マジか。いやいや、お願い、調子くん打ってくれ。ここもなんか打てば自チーム確定みたいな感じで言われたんですけど、そうなんですかね。いやー、ない。いやー、ダメだ、マジか。ちょっと全然引けてない、石川 M 投手。うわ、 A ランク。いや、これあるぞ、この流れ。 A ランク、 A ランク引いてからの S ランク。いや、全然ダメだ、マジで。いやー、ラストいきますか。10枚目 A ランク、大島さん。はい、ということで、めちゃめちゃ残念な結果でしたね。60連引いて30連目の確定のみとなりました。なんで、次はガチャ引くとしたら、こっちの応援団でしたっけ？応援団だね。応援団の報酬の OB の契約書ですね。これを引いてから、次また追加で動画撮影しようかなと思います。まあ、ちょっとうまくいかなかったですね。まあ、しょうがねっちゃしょうがないんですが、また次回頑張っていこうと思います。ということで、ここで動画を終わろうと思います。ぜひチャンネル登録や高評価よろしくお願いします。ということで、ありがとうございました。悲しい。